エリク・ブランケ少佐率いるインビジブルナイツを乗せた HLV は水天の涙作戦を成就させるべく空へと上がった。エリク・ブランケが兄として、そして姉として慕ったかけがえのない兄弟の犠牲と引き換えに、その悲劇は同時にエリクたちから離れた場所でも一人の女性がいなくなったことを意味していた。あのモビルスーツは本当にシェリー中尉だったのか？あの人は確かにスパイだったかもしれないけど、ちゃんとファントムスイープ隊の一員だったんですよ。そうでなきゃ隊長をかばったりなんか。そういう大事なことに気づくのはどうしていつも失った後なんだろうな。なんだっていいじゃないですか。今はただ悲しんでやれば。シェリー。吐き出しようもない悲哀の念に打ちひしがれる中、ファントムスイープ隊は再びオーガスタ基地へと向かう。オーガスタ基地へと戻ったファントムスイープ隊の目の前には思いもよらない勇士が待ち構えていた。準ホワイトベース級強襲揚陸艦サラブレッド。かつて一年戦争時にガンダム4号機と5号機を搭載し第16独立戦隊の機関として活躍した船である。そして遊具空路にはガンダム7号機が受領され、ファントムスイープ隊もまた新たな残党軍追悼と作戦阻止のために空へと上がる。部下殺しの英雄、過去の作戦による負の呪縛に囚われ続ける遊具空路はその戦いの果てに何を見出すのか。ファントムスイープ隊隊長遊具空路、インビジブルナイツ隊長エリク・ブランケ、己の信念と誇りをかけた二人の男たちが今怨恨に満ちた空で再び愛まみえようとしていた。月面に響く戦士の挽歌。Thank you.
前たちに構っている場合じゃないんだ。標的を射程に捉えた。これより破壊する。Thank you.
道のりに終止符を打とうや。兵隊なんざ上の人間の駒でしかないもんな。人がたくさん死んでいる。それでもわからないというのか。一気に突破するぞ。逃がさん。
水天の涙作戦が完遂される。どんな敵も近づけさせない。インビジブルナイツが負けるはずがない。出ると信じて撃つしかない。これ以上無駄な犠牲を増やすな。何も分かっていない連邦の犬が私たちの邪魔をするな。
皮肉なものだな。タチアナ・デーアが残したモビルスーツとこうして最後に立ち会うこととなるとは。タチアナ？シェリー・アリスンのことか。彼女のことを知る者ならばなぜ戦いを続ける。彼女のシェリーの願いは戦いを終わらせることだった。シェリーの望みは平和への。黙れ。タチアナをシェリーなどと二度と呼ぶな。貴様に何がわかる。タチアナの何が。何者にも我らの邪魔はさせん。お前たちは間違っている。甘く見るな。このエリック・ブランケが貴様らの愚策など切り伏せる。さんが続々とお出ましのようだな。悪いけどな。ここはきっちり働かせてもらいます。まだ諦めないのか。ここはあえて打って出る。くらえ。
ファントムスイープ隊の任務は質量弾の射出を許すという形で幕を閉じた。マオリアン少佐の起点により行われたメガ粒子砲によるマスドライバー終端部へのピンポイント攻撃は、着弾こそしたものの質量弾の射出を食い止めるには至らなかった。長い尾をたなびかせて地球へと飛翔する質量弾、インビジブルナイツは脱出用のスペースランチからそれを見届けていた。それは彼らの存在意義が果たされた瞬間でもあった。だが多くの同胞たちを犠牲にして完遂した今作戦にどれほどの価値があったのか、今はただ地球を目指す彗星の軌跡にスペースノイドの自由を託すことしかできなかった。一方、拘束されたエリク・ブランケは軍事裁判にかけられた。旧ジオン公国軍の装備占有および大戦終結以降の度重なるテロ行為により極刑が宣告される。彼の判決は刑執行前に一部のジオン残党に漏洩していたというが、その真意は定かではない。ただ確かなことは、その後の歴史においてエリク・ブランケの名を見ることはなかった事実のみである。そしてシェリー、ユーム隊長、本当に無事だったんだな。シェリー、月からの祈祷中に聞かされた時は驚いたよ。私もまたこうして隊長に会えるなんて思っていませんでした。私は死亡認定された身ですから。そうだったのか。月のことは聞きました。これでよかったと思います。いえ、これこそが最良の結果だったんです。そうか、そうだな。あの隊長、ヒュー中尉は？ああ、あれから随分と元気になったよ。退院まではあと少しかかるそうだが、早くタイに復帰したいって騒いでる。よかった、元気そうで。そろそろ時間ですね。ああ、射出された質量弾は終端部の爆発の影響で軌道を少しだけ変化させ、オーガスタには落ちることなく地球を今まで周回し、重力に引かれ砕けて、そして本物の水天の涙になった。私たちのやってきたことは無駄ではなかったんです。この夜空を見上げた人々が何を思い何を願うのか、それが大事だったんですから。戦後の夜空に降り注ぐ無数の流星、人の手によって放たれた作り物の流れ星、それは人類がまだ空に上がる前の時代のように、今を生きる人々の希望となれただろうか。散り散りに砕け散った質量弾の破片は青い夜空をかける星屑の雨となり、いつまでも輝き続けていた。そう、人々が願いを託す水天の涙として、時に宇宙世紀 0081 水天の涙と呼ばれた作戦は、多くの人々に見守られる中終わりを迎えた。